さん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。ここだな。いないか。
なんだ、畜生。